おはようございます。はい、おはようございます。コウニさんです。モちゃんです。エミューの卵を開けていきます。はい。エミューの卵といえば、3月3日に入卵を試みて、今日が4月の29だから、はい、57日目。はい。で、まあ、いろんな資料を見て55とかが最長かなという感じだったので、はいはい、でまだ出てきてないからね、開けてみたいと思います。はい。いるかどうか分かりませんし。まあ、前回のなんかいろいろ試した動画では、うん、なんかいないんじゃないか説が濃厚だったんですけど、ね、水に浮かべてみて一人でに動くかどうか、はい、動いてなかったように見えたのでね。はい。はい。さて、あれ、なんか場所が変わってる。え、動いた。いや、人間が動かしたんだと思うんですけど、はい。どうなの？なんか聞こえる？いや、今までもね、何回もこうやってきたんですけど、私入れる時もこうやってたんだけど、聞こえなかったんですよね。じゃあ、さあ、できます。これももしかしたら博物館卵になるのかな？ね、なるね。じゃあ、なるべく綺麗に開けていくか。そう、気質がわかんねえんだよ。どっちだかな。ねえ、まあ、こっちかな。いきます。はい。一応この上でやっとく。卵殻が。お。なんか表面だけ。表面だけだね。剥がした。お、すごい、バケットいってね。いきます。あ、うまいんじゃん。うん。どうです、仲間、なんかいます？やっぱでもダチョウの卵の方が圧倒的に熱い。あそこ気質じゃん。だね、合ってた、合ってた。なんとなく重心が。わかる。うん、持ってるとね。セーランっぽいですね。中のどういっちゃう。いないです。いないです。はい。真ん中にボコってあるのは卵黄だね。そうね。ということで無精卵。はい。どうしようかな。取っといて無精卵は洗って卵殻にした方がいいんですか。そうしようか。多分もったいないんで捨てちゃうのは。はい。じゃあ後で中身抜きます。無精卵は残念ながら卵殻にするしか今のところ使い道はないです。エミューちゃんたち来たばっかりですし、後輩もついに確認はできなかったので。あれでしょ、ワンちゃんお月見パーティーみたいにやってんでしょ。お月見パーティー、そう、夜中にやってる説がありますが、やっぱり全然違うね。いつ気質マスターになったの。え、感覚。あと形が、こっちが先端で、にドンタンかなって、うんうんうん、で、だいたいドンタンにあるそうなので。尖ってない方にあるんだ。うん。でも例外ももちろん無精卵ですね。はい。見えるかな。見えるよ。はい。無精卵です。2個目どうなの。ダチョウと比べて卵殻膜は。卵殻膜薄くてなんか高ない。簡単に破けるぞ。うん。いや、ダチョウのヒナよりはエミューのヒナは、うん、ちょっとは楽して生まれてくれるのかしら。ねえ、でも大きさもパワーも違いますしね。ヒナの大きさそのものだって倍ぐらい違うから。あ、じゃあ小さい分。うん、小さい分黒は同じじゃない。やっぱ重心でやるのがいいかも。なんかこうやってこうやって持ってみると、うんうん、こっちの方がなんかずしってくる方が下になりますって今発見したことを得意げに語るけど。じゃあ今後もそれでいける。いけるいける。はい、無精卵です。気質ってもう最初から決まってるんで。あ、でも移動する。採卵直後はできてないし、うん、なんだろう、こんなに空いてないと思うんだよね、スペースが。これ温め続けたから空いたと思うんですよ。空気が膨張してとか。そう、あと水分がだんだんちょっとずつ抜けていく。はいはいはい。ダチョウに詳しくなれる、ダチョウと記念撮影、卵を取る体験も、ダチョウに餌やりだってできちゃう。めっちゃ楽しい。牧場で待ってるよ。ミサとオーストリッチファームで検索。わかるのか、天才か。わかんない。でも 100% じゃない。いいよ。投げるパワーが上がっていきます。だんだんこなれてくる。え、待って待って、なんか今までと違うよ。気質の方じゃない。なかったんかな、ちょっとずれてたんかね。ちょっと開けないと分かんない。ほんとだ、すぐに卵殻膜だ。うん、気質じゃない方だってことかな。もうヒナはなんかいなそうな感じ。なんか黄身がかってるよ。そうそうそう、見た目。はい、卵殻膜でちょっと気質が
こっちだっただけだ。はい、中の黄身がもう形になってない感じ、もう液体になってる感じだね。うん、血管とかもできてないので、おそらく無精卵です。あ、怖い、割れないで。あわよくばワンちゃんヒナに会えるんじゃないか説。いやもう最初からね、来た初めの年からこんなにそんなにうまくいったら苦労はないですよね。ね、今年の冬は後輩してくれればいいな、はい、ね、できればそれも動画に収めたい。うん、そして半ば諦めかけてるこっち。はい、どうですか最後。特に今までのこと変わらない。本当変わらないけど、開けてみよう。若干なんか重心偏ってない気がする。ねえ、ちょっとこれ破ってみていいですか。どうぞ。いきます。ちゃんと見ちゃうよ。しょーん、あれ、いや多分卵だね。うん、無精卵かな。なんだろう、黄身がでかいだけとか、殻のあれが見た目にはわからないけど空気が抜けづらかったで、あ、中でいつまでもボヨンボヨンしていた。なるほど。とか、あ、ほらこれ卵殻枠。ガチョウをいつも触ってる人しか多分わかんないと思うんですけど薄いです、うん、これもあれでしょ、乾かしたら障子紙みたいにパリパリになるでしょ、うんうん、エミューの場合はどうなるんでしょう。ガチョウはね、髪みたいになるけど、はい、博物館にあるのでぜひ触ってみてください。はい、卵殻もほら1ミリぐらいですね。ガチョウは3ミリぐらい、ね、厚いと3ミリぐらいある。ちなみにニワトリは 0.2ミリ。そう、 0.2 とか 0.3 と言われている。これでもまあね、鳥にしては厚いね。これ手で割れないですもんね。私たち前料理したけど割れなかったね。パカってできなかった。できなかった、できなかった。はい、料理の動画もねあるので、うん、こちらもぜひ。残念ながら全て無精卵ということで。はい、はい、綺麗だね。そうね、風呂に入る卵殻は有効利用したいと思います。はい、博物館かショップに並ぶかはお楽しみ。はい、はい、ということでエミューの卵を開けて確かめてみる回でした。はい、はい、バイバイ。バイバイ。